さてスペシャルドリームマッチ、ドリーファンクジュニア対ブラックジャックダンザの一戦でございます。まあ、山田さん、 NWA の看板にあるドリーファンクジュニアですけれども、このシリーズももう世界中のレスラーから狙われておりましてね、連日も血の決戦ですね。まあドリーにとってはですね、非常にあの珍しいファイトの連続というシリーズになりましたね。そうですね。まあドリーファンクがあのこれほど流血をしてラフなファイトに徹するということは非常に珍しいことですね、はい、今日もまあ額に何枚もの絆創膏を貼っているんですが、この絆創膏の取れることがありませんでしたね、はい、あの傷が治る間がないわけですね、そうですね。まあそれだけにドリーファンクジュニアの今日のコンディションは最悪と見ていいと思いますが、この傷を受けてのドリーファンクジュニアが今日 AWA のブラックジャックランダとどのように戦うか興味がありますね。そうですね、まあ、あのドリーにもね、いろいろ流血ファイトについてあの話を聞いてみたんですけれども、はい、あのドリーの考え方というのは非常にね、あのプロに徹してましてね、何もあの流血ファイトをするからダーティーファイターとかラフファイターと決めつける必要はないんだと、プロレスリングというのはいろんな要素を持った格闘技であると。ですからストロングスタイルというのは流血ファイトもラフなファイトもダーティーなファイトも、それから科学的なテクニックを駆使するファイトも、はい、何でもできなきゃいけない。本当にありとあらゆることをこなせるのが真の実力者であり真のチャンピオンであるというような風に言ってますね。なるほどね、はい、ですから自分はやはりあの何も故意にエキサイトしてるわけではない、もう成り行きで相手の出方次第で自分だってどんなにエキサイトしてしまうかわからないと、自分で自分を抑えることができないことだってあるさという風に言ってますね、はい、ははまあこの間のこの前の一戦なんていうのは本当にドリーがもう私だってもう見たことがないぐらいエキサイトしてました。かなりエキサイトしましたね。 おそらく自分で自分を抑えることはできなかったんでしょうね。なるほどね。まさにクレイジーファイトに展開した、ドリーファンクジュニアだったわけですけれども、しかしまああれですね、ドリーもテリーも不死身の男、テキサス魂を持っておりますからね。そうです、まああのどんなにね、怪我をしようとですね、はい、やはりその中で自分のコンディションっていうものをうまく作り上げていって戦うというのが、うん、やはりその実力者のね、見せる底力ですよね、はい、それからあのいつも感心するんですけれども、ドリー&テリーの場合は自分から決して反則を仕掛けませんよね。そうです、相手に反則を仕掛けられて初めて仕方なくそれに対抗するという感じがありますね。それはやはりね、NWA の世界の最高峰、はい、ヘビー級王座というものを極めた人たちのね、持っている誇りですね、この誇りがね、絶対に反則を先にやらないという風になってくるわけです。はい、さあブラックジャックランザを相手に首を取っております、そのドリーファンクジュニアでございます。一方のこのブラックジャックランザは試合前に右手をぐーっと突き出しました。特に黒いグローブが不気味であります。この苦労技が怖いですね。そうですね、まあこれはね、あの苦労という技はね、まあいいポイントにぴったりと決めるということはなかなか難しいんですよ、はい、相手も動き回ってますし、その代わり一旦決まったら効果はすごいですね。そうですね、はい、さあその不気味な右手のグローブ、ボディのあたりで回しました。ドリファンクジュニア、サイドのヘッドロックがっちりと取って離しません。この黒いグローブです。大きくロープに飛ばして肩から当たります。ショルダータックル、ドリファンクジュニア、ワークの巻き投げ一戦、リングの中央いいポジションを取りましたが、反対に巻き投げ、綺麗に決まります。鮮やかですね、今のね、あの最後に見せた首投げ、これがね、非常に何気なく投げてるんですが腰が入ってますね、はい、ですから非常にあの軽く投げてるように見えるんで、画面を通じてご覧の方はですね、技が軽いんじゃないかというふうにご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんが、全く逆ですね。この技のキレが良すぎてですね、はい、そういうふうに見えるだけであって、実際に相手に与えるダメージというのは非常に大きいわけです。なるほどね。さあ今度はおっとダブルアームスープレックスの体勢に持っていきました。ブラックジャックランザもドリファンクジュニアの得意技18番、これをよく警戒しておりまして、頭を突っ込んでそのまま崩れました。綺麗に離れます。ドリーファンクジュニア、ジャックランザの方もですね、体格的には全然引きを取りませんし、むしろちょっと上回ってるぐらいでしょう。そうですね、非常に面白い、はい、おっと今狙いましたけども外されましたね。うまく相手の動きを見ております。
ブラックジャック・ランザは190センチ、115キロでございます。ブレンクローの体勢、非常にスピードがあったんですが、見事に身を翻しました。ドリー・ファンク・ジュニアです。今、試合経過、10分が経過いたしました。いや、なかなかね、はい、こういった大技というのは、そう簡単に決まるもんじゃありませんよね。その代わり決まったらすごいということです。そうですね。ということで山田さん、このドリーファンクジュニアはいわゆるファンク一家の総大将ということになりますけれども、このブラックジャック・ランザは AWA 圏の選手、 AWA と言いますと、帝王バーンガニア、ガニア一族というような形容詞もありますよね。そうですね、まあ、あのミネアポリスを中心としたいわゆるガニアランド、まあ、最近のアメリカマットトト会というのはそういう、なかなか総大将がですね、はい、いっぱいいましてね、それぞれ その王国を形成してますね。ですから北部のミネアポリスを中心とした一帯はガニアランド、それからオクラホマ、それからルイジアナ、アーカンソー、ミシシッピ、はい、この辺りはいわゆるレロイ・マックガークのマックガークランド、それからテキサスの西部一帯はこのファンク王国、いわゆるドリーファンク一家の居城ですね、はい、それからテキサスの東部一帯は鉄の爪ブリッツフォン・エリックのエリックランド、はい、まあいろんなね、それからフロリダに行きますとエリー・グラハムランドがありますし、もういわゆる群雄割拠といいましょうか、アメリカのマット界はいろんな代表的なレスラー、そしてプロモーターたちが支配してますね。そうですね。中でもそのファンク一家、まあ、全日本プロレスな若手リック・スレーターですとかいろんな選手が来ますけれども、その選手たちの若手、ファンク一家の若手を見ておりますと、いわゆるこのドリーファンクジュニアのど根性ファイトですね、これがもうありありと受け継いでいるような感じがしますね。そうですね、それでそのドリーファンクの場合はですね、決して口で教えない、いわゆるマントゥーマンで自分の体で教えるというやり方をするわけですね、はい、なるほどね。ですからこれほどハードスケジュールに追われているいわゆる売れっ子のドリーおよびテリー、あるいはそのさらに、ビジネスマネージャーがいるんですけれども、そういった人たちが本当に自分のプライベートタイムを割いて若い人たちを徹底的に鍛え上げるわけです。ですからいいレスラーが次から次へと育つわけです、はい。まあ、そういった意味でもファンク一家で修行した選手、またしてもブレーンクローを外しました。まあ、若手のレスラー、例えばテッド・デビアスですとかディック・スレーター、こういったあたりはそれぞれアメリカのローカルにわたってタイトルを取れるわけですよね。そうです、ディック・スレーターといえばですね、最近また今度ジョージアからフロリダへ転戦したんですが、はい、南部のヘビー級チャンピオンになりましたね。非常に活躍してますね。なるほど、若手が非常に大活躍してますね、はい、もうおそらくファンク一家の弟子たちはですね、アメリカ全土にわたって活躍してますね。そうですね、はい。さあ、その総大将でございますドリー・ファンク・ジュニア、第46代の NWA の世界ヘビー級のチャンピオン、熱を帯びてまいりました。さあ、ブラック・ジャック・ランダが正面を向きました。ブレンクローがありますが、どうでしょうか。今度はチョップでいきます。思い切って今度はブラック・ジャック・ランダが抱え投げに持っていきました。そしてゆっくりとフットワークを見せて正面から、さあどうだ。うまいディフェンスです。ドリー、今のねボディスラムは相当腰から落ちて効いてましたね。ちょっと心配でしたが、なんとか防ぎましたね。そうですね。しかも、まあ、連日東亜鎌田ですとかアブドラザブッチャーに場外で椅子の攻撃で腰のあたりめった打ちにされてますからね。そうですね、相当ダメージを負っている、完全なコンディションではありませんドリファンクジュニアです。しかしそこは不死身の男、うまいディフェンスを見せました。まだ一度もブレンクローを受けてませんね。そうですね、あっと顔面正面を開きました。思い切ってパンチのラッシュであります。額に傷があるだけにちょっとブレンクローを受けると不利ですからね。不利ですね。徹底的にマークしているような感じがあります。ドリーファンクジュニア思い切って持ち上げました。リングの中央ポジションを取ります。さあ、またしてもクロー攻撃だが、どうでしょう。おっと、そのまま覆いかぶさりました。カウント1で跳ね返す。ドリーファンクジュニアであります。うわーっとブレンクローは外す。そして足を取ってレッグブリーカーに持っていきました。ドリーファンクジュニアであります。さあ、お客さんはもうスピニングトーホールを待ち望んでいますが、さあ、レッグブリーカー2連発、強烈です。完全に左の足の付け根のあたりを狙い撃ち、ドリーファンクジュニアであります。さあ入りました。ファンク一家の伝統的な技、スピニングトーホールド。この形が痛いんですよ、2回転。さあ悲鳴を上げますが、今度あっとブレンクロー映ってますよ、クローに入りましたね、
右の手にご注目でございます。ハンザもやりますね。あ、スピニングトーホールドを仕掛けられてもうギブアップかと思ったんですが、すかさず右の手をぐーっと突き出しまして、ブレンクローとうとう受けてしまいました。ドリファンクジュニアでやります。これが怖いんです。怖いですね。自分が技を仕掛けている時ってね、どうしてもディフェンスに隙ができるんです。はい、ここをうまくつきました。そういえば来年の新春ではフリッツ・フォン・エリックもやってまいりますね。そうですね、しかしさすがに AWA のランザもやりますね。はい、やりますね。思い切ったブレーン攻撃、こういうふうにこめかみをぐい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 押されますとどういう状態になるんですか。いや、もう頭がねバーッとなってる、ただ痛いとかなんとかというよりも半失神状態になるらしいですね。一瞬この皮膚の下にあります、血ですね、これがあの止まるんですか。そうでしょうね。あ、血の流れがね、はい、それであの今反撃してますけど力がちょっとないですね。ないですね、はい、腰もはっきり決まっておりません。ドリーファンクジュニアです。とうとう出してまいりました。ブラックジャックランザのブレンクロー、がっちりと食い込んでいます。顔面に入ります。もう手のひらを十分に伸ばしきってますね。大きな、大きな手ですね。やっぱりあのブレンクローをやる人ってスパンがですね、はい、やっぱり25センチ以上ありますね。スパンというのはう、ね、あの手を広げた場合の親指の先から小指の先までの距離なんですけどね。これがね、日本人の平均がだいたい19センチから21センチぐらいまでですね、あの成年男子で。ですから25センチ以上って言うと大きいですよ。あのフリッツ・フォン・エリックの場合は30センチあるでしょ。ありました、ね、はい、それからもう一人クローの名手、ガランフォン・ラシク、はい、この人の手も大きいですね、はい、大きいですね、リングの中央です。かなり長時間ブレンクローを受けています。ドリー・ファンク・ジュニア、さあ不死身の男、テキサス魂、テキサスブロンコでこの辺りは跳ね返ってほしい。超前のお客様はそう願っているでしょう。右のパンチを太もものあたり内側ですね、打って打って蹴りまくります。ここいい蹴りまくります。さあ徐々にバロン、いやブラックジャック、ランザの表情が変わりました。さあ足を持ってニークラッシャー、わー素晴らしいニークラッシャー、落差がある。ニークラッシャーに持っていってスピニングトーホールド、前下の方頭を抜きました。スピニングトーホールド、2回転3回転、2回転から再回転、グイ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 締め付ける、グイ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 締め付ける、4回転目思い切って入りました。さあちょっと体勢が逆になりましたが、もうちょっとギブアップのような状態でございますが、上樋口レフリーがブラックジャック、ランザに聞いております。今度は5回目のスピニングトーホールドでございます。さあギブアップ、ギブアップ、よく耐えました、よく耐えました。しかし前下の方頭、パンク一家の受け継いだ前下の方頭、ドイファンクジュニアのスピニングトーホールド見事に完成させました。5回戦でございます。もうひとひねりすればね、完全に足首と膝が折れますからね。本当ですね、はい、あの技は非常にね危険です。あの27歳で NWA の世界最高峰を勝ち取ったドリー・ファンク・ジュニア、ジン・キニスキーに実に11回挑戦してやっと手に入れたんですけれども、その11回目の最後の試合で手に入れた試合のフィニッシュホールドがこのスピニングトーホールドでしたね。そうですね、まあ、これはねファンク一家の技なんですけれども、はい、本当に理想的な科学的な技ですね、はい、それにしましても AWA のブラックジャック・ランザのブレン・クロー、散々苦しめられましたが、結局はドリー・ファンク・ジュニアの見事なスピニング・トー・ホールド、シングルマッチにおきましても NWA が見事に AWA を粉砕した一戦でございました。